こんにちは、行政書士試験合格チャンネルです。今日はですね、合格者に共通している一つのことということでお話をしたいと思うんですけど、まずその前にですね、このチャンネルもですね、去年の12月スタートして、約10ヶ月ぐらいですけど、本当に皆様のおかげでですね、チャンネル登録者数も1000人をですね、突破することができました。これもですね、視聴者の皆様のおかげだと思っております。本当にどうもありがとうございます。このチャンネルはですね、去年、2019年ですね、私が行政書士試験合格した、経験に基づいて、一つでも今受験生の方にですね、お役に立つ情報をお届けできればと思って、動画の方配信していっております。視聴者の方からですね、応援いただいたりとか、そうしたことですね、本当に感謝しています。ありがとうございます。受験生の方、合格結びつくようにですね、一つでも二つでもお役に立つ情報をお届けできればと思いますので、今後ともですね、よろしくお願いいたします。これから本試験残り1ヶ月ぐらい近くとなってきましたけど、やはりですね、今模擬なんかも受けられて、思うように点数が伸びないということで諦めがちになっている方もいらっしゃるのかなと思います。コメントとか見たりですねしていると、結構そういう方いるんじゃないかなと思いますが、やっぱりですね、合格した人に共通していること、これ当然なんですけど、特に今の時期ですね、例えば模擬試験で思うように点が伸びない、勉強がですね、上達していない、なかなか点数が伸びない、この時期ですね、自信をなくしてしまう方いるんですけど、やはりですね、合格した人、ここに共通していることっていうのはですね、それでも諦めずに勉強を続けて本試験を迎えたっていうことがですね、一つ大きな共通点だと思います。もちろんですね、全ての合格した方見たわけではないんですけど、やはり9月、10月、模擬の点数が悪くてもですね、そこでめげずに合格するぞという気持ちでですね、ある意味ですね、強い気持ちを持って、そのまま残り1ヶ月ですね、本試験まで、諦めずに勉強を続けたというところがですね、一つやっぱり合格した人の共通点だと思います。私もですね、なかなか点数重いようにですね、9月、10月に入ってもですね、伸びなかった時期っていうのもあります。10月に入ってなんとかですね、模擬試験で180点以上取れるようになってきたかなっていうところですけど、それでもやっぱり合格できるっていうですね、100% の自信っていうのはですね、なかなか自分の中でも持てなかったと思います。それでもですね、やはり11月に入っての本試験の日までですね、本当にもう最後まで勉強を続けたっていうところが、なんとかですね、合格に結びついたのかなとも思います。ですので、今の時期ですね、自信なくされる方なんかも多いと思いますけど、ぜひですね、諦めずに勉強を続けていただければと思います。これまでですね、勉強を続けてきたっていうこともですね、ぜひ思い出しながらですね、残り1ヶ月、大変なところもあると思いますけど、ぜひですね、合格勝ち取っていただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験本試験に向けて、またそれ以降もですね、動画の方を配信していきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。